皆様、こんにちは。ただいまから救急の日救急医療週間イベント2021を開会いたします。私は宇都宮市医師会副会長の石原と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。従来、このイベントは宇都宮市保健所で会場として主催されてきましたけれども、 国庫のコロナ感染症のために今回はウェブでのリモート開催ということにさせていただくことになりました多くの方に申し込みいただきどうもありがとうございますでは初めに宇都宮市市会会長松本よりご挨拶申し上げます、えー、皆様こんにちはただいまご紹介に預かりました 宇都宮市,市会,議会長の松本でございます本日はコロナ禍においてこういったオンラインといった形でのイベント開催となりましたが改めて救急医療を考えるといういい機会だと思っておりますさて救急とはどういう意味かと申しますと救場の難儀を救うこととありますそしてこの急な難儀である怪我や 病気となった人たちをいち早くその現場から救急医療の現場へ搬送してくれるのが救急隊であり救急車であります。本日これらの現場で活躍されている救急隊員の方そしてそれらの重篤な患者さんを受け入れ高度な治療を施していただいている第一線の 救,急救命救急医の先生のお話を伺うことになっております。特に、えー、今日のコロナ禍においてその現場で活躍する方々のお話はかつての日常のそれとは全く違った緊迫した状況も伺えるのではないかと思っております。そうした中でご視聴の皆様も 救急医療に対しての向き合い方を改めて考えていただければ主催者としても嬉しく思いますまたお話に対してご視聴の方々からもチャットを用いてご質問を受けられるようになっておりますそれでは皆様よろしくお願いいたします松本会長ありがとうございました 本日、ズームでの開催にあたり、いくつかの注意事項がございます。まず、開催中はマイクをミュートにしていただくようにお願い申し上げます。また、リアルタイムでの質疑は行っておりませんが、チャットでの質問を受け入れております。質問される際には、表示名を本名にするか、本文に氏名を入力してください。 講演終了後に内容を各講師に伝え、後日、メールにて、えー、回答をお送りいたします。投稿者や、登校者が特定できない場合や、講演と無関係な内容の質問にはお答えいたしかねますので、ご了承ください。それでは最初に、宇都宮市消防局中央消防署の救急隊員、青木愛美さんより、宇都宮市の 救急出動の現状、救急車を上手に使いましょうのテーマでお話しいただきますなお動画での出演となりますはじめまして私は中央消防署の青木真美と言います皆様に宇都宮市消防局のことや救急のことについて分かりやすく説明していきたいと思います短い時間ですが よろしくお願いいたしますはじめに自己紹介をしていきたいと思います私は大戸2丁目にある宇都宮市消防局中央消防署で勤務しています19歳で消防士になり今年で6年目の24歳です主な業務は消防隊の隊員として消防車に乗り火災の消火活動をしたり pa 連携などに出動していますまた 火災を未然に防ぐために避難訓練の指導や消防設備の検査を実施していますその他には消防の活動について多くの市民の皆様に知ってもらうために防災フェアや救急フェア、小学生を対象に施設見学を行っています消防は24時間勤務なので休みの日はリフレッシュのためにジムに行き筋トレをしたり家で映画鑑賞などをしています それでは宇都宮市消防局の概要令和2年の統計をもとに説明していきます宇都宮市には4つの消防署と文書と呼ばれる車両や人員が消防署より少ない施設が9つありますまた消防車や救急車などの車両を合計で92台保有しています 室宮市消防局の職員数は455名でそのうち女性職員は8名です全国的に見ても女性消防官の割合は全体の3%未満であり他の公安職である警察や自衛隊と比べても少ないのが現状です次に出動件数について説明します令和2年度における火災件数は112件 救急件数は2万88件、救助件数は389件でした。続いて、119番通報についてと救急出動の内容について説明していきます。まずはこちらの動画をご覧ください。119 119番通報のポイント 通信司令官員が順番にお聞きしますので、落ち着いて答えてください。まず、火事か救急かお聞きします。次に、場所をお聞きします。普段から電話機の近くに住所等のメモを貼っておくと、慌てずに済みますよ。火事の場合は何が燃えているのか。救急の場合は、けがや病気の状況をお聞きします。 この時点で消防隊や救急隊は出動準備に入ります救急の場合は持病などについて詳しくお聞きすることもあります屋外からの通報では携帯電話の gps 情報を利用しますなるべく屋根などがないところから通報してください目標となる建物お店 交差点、バス停などをお聞きします。電柱にある番号をお聞きする場合もありますよ。消防車や救急車が到着するまでは、消防から電話をかける場合もありますので、なるべく電話に出られる状態でお待ちください。聴覚や言語機能に障害のある方などの通報手段として、 ネット119などがありますネット119は事前登録が必要ですがチャット形式で通報できますメール119は音声の通報と同様に場所と状況を送信してくださいファクス119はホームページにある用紙に左半分を記入しておき緊急時に右半分を記入し送信してください 車英語や中国語など日本語以外による通報にはコールセンターの通訳オペレーターと三者通話により対応します怪我や病気の状態によっては応急手当をお願いする場合があります救急車が到着するまでの一分一秒が患者さんにとってとても大切です 胸骨圧迫、いわゆる心臓マッサージなどで助かった方もたくさんおられますので躊躇しないで応急手当をお願いします宇都宮市では応急手当講習会を行っておりますホームページや広報宇都宮をご覧になるかお近くの消防署までお問い合わせください救急車を呼んだときに救急隊を支援するため 消防車やドクターカーが出動する場合もありますまた、サイレンでご迷惑をおかけすることもありますが被災者や患者さんのためにご理解とご協力をお願いいたします動画でご覧いただいた通り私たち消防職員は どんな方でも119番できるように、また迅速に助けに行けるように様々な工夫をしています。令和2年度宇都宮市消防局の統計では、119番通報があってから現場到着までの所要時間は、全国平均が8分42秒のところ、宇都宮市では平均8分でした。また 119番通報から病院に着くまでが全国平均39分30秒のところ宇都宮市の平均が37分12秒でした月別の出動件数を見てみると1月が一番多く次に8月という結果になっています1月はインフルエンザの増加だけではなくヒートショックが起こりやすい時期でもあります ヒートショックとは急な温度変化により体に負担がかかり立ちくらみや失神脳梗塞などを起こすことを言います特に10度以上の温度差があると危険と言われているため入浴して脱衣所に出るときやリビングからトイレに移動したときなどは注意が必要です8月は気温の上昇により熱中症の割合が高くなりますまた、夏休み期間中の部活で、 大会等が増えることにより、運動競技中の事故は夏の期間が多くなります。時間帯別の出動件数を見てみると、10時から12時の時間帯が多く、仕事や学校など、普段の生活で活動する日中が救急車を要請する割合が高くなります。年齢別では、80歳から99歳の 高高齢者への割合が高くなっています。では令和2年度の2万88件の救急出動でどんなことで119番通報をするのか見てみましょう一番多い種別として挙げられるのは急病です急病とは病気で体調が悪くなった人のことを言います表のの通り、他の種別に比べて、 圧倒的に多く、9病だけで全体の62%を占めています。次に多い種別が、一般不祥です。一般不祥とは、指を切ってしまったり、転んで怪我をしてしまったなど、他の種別には当てはまらない不良の事故のことを言います。3番目に多い種別は、交通事故でした。 令和2年度の宇都宮市の搬送者の割合として重症者9%中等症49%軽症41%になりました7124件は緊急ではなく救急車を必要としないものでした救急隊が出動し状況を聞いてみると蚊に刺されてかゆい 病院でもらった薬がなくなった。今日入院予定だから連れて行ってほしい。病院で長く待つのは面倒なので早く見てほしい。などが実際の現場でありました。救急は1日平均55件、26分に1回の割合で出動しています。宇都宮市の人口と救急車の台数の割合を考えると、宇都宮市の人口、 約51万人に対して、宇都宮市消防局の救急車18台のため、1台を約3万人で使用する計算になります。皆さんが想像するよりも、救急車の台数は限られているため、救急車の適正利用が大切な市民の命を救うことにつながります。さまざまな統計を見て、 救急車の適正利用の重要性は理解していただけたと思います。しかし、多くの方がどのような時に救急車を呼ぶべきか迷ってしまうと思います。すぐに救急車を呼ぶ必要がある症状として、突然うまく話せなくなる、突然の激しい頭痛、胸が圧迫されるように痛むなどが挙げられます。それでは今から救急車の適正利用についての動画を 見ていただきたいと思います皆さんは救急車を利用したことがありますか救急車の出動件数はこのように年々右肩上がりに増加しており救急車の適正な利用が求められていますでも適正な利用と言っても難しいよね では、田中家であった事例を見てみましょう。はーい、どうぞー。<laughs> お邪魔しまーす。はーい、いらっしゃい。お姉ちゃん、頼まれたもの買ってきたい。ありがとう。あら、こうちゃん、どうしたの。顔が赤いよ。<laughs> <laughs> なんだかそのケアしてしんどいよ。うん。 すごい熱え、どうしたの熱があるのうんちょっと、すごいあ、本当だお医者さんに見てもらったのいや、まだすっごい熱だよえぇ、ー、救急車呼んだほがいいんじゃないのえ、熱ぐらいで救急車呼んでいいのかなこうすけくんいい君、大丈夫インフルエンザかな脳の病気かなお母さんたちは 救急車を呼ぶかどうか迷っていたね。では次に山本家であった事例を見てみましょう。お父さん大丈夫うん。ちょっと喉が渇いたな。<laughs> 何か飲み物を持ってくるね。 飲み物持ってきた。お父さん大丈夫うん、ちょっと苦しい、うん、救急車呼んだほがいいのかな大丈夫かな、おじいちゃん確かにこのように救急車を呼ぶかどうか迷う時って意外と多いかもしれませんよね、うん、予想外に高熱で一刻を争う事態かもしれないし、うん、意識ははっきりしていて喋れるから 娘さんが車で連れて行けそうだけど、もしかしたら心臓の病気で1分1秒を争う事態かもしれないよね。緊急性の判断って実際にやろうとすると難しいなそのために消防庁では、いろいろな場面で緊急度を判定する仕組みの普及を進めています。緊急度は3つの色に分類しています。緊急性が高く、今すぐに救急車を呼ぶ必要があるのは赤。 できるだけ早めに医療機関を受診した方がいいのは黄色緊急ではないけど医療機関を受診した方がいいのは緑なるほど緊急度をこの3つの色に分けているんだね消防庁では住民の方が家庭で行う緊急度の判定を支援するためにパソコンやスマートフォンで見られるアプリやウェブサイトリーフレットガイドを用意していますなるほど 子どもから高齢者までみんなが使えるものがあるんだねそうだね康介すくんが熱を出して倒れてしまった田中さんのお母さんはアプリを使って緊急度を判定してすぐに車で医療機関に連れて行ってあげることができましたおじいちゃんが胸が痛いと言っていた山本さんの娘さんはガイドを見て緊急性が高いことが分かってすぐに救急車を呼ぶことができました こうやって緊急度を判定するののは家庭内だけなのいい質問だね他にも判定する場面があるんだよ最初に行うのは家庭ででの自己判定です次に電話相談による判定3番目に119番通報時の指令員による判定最後に救急現場の救急隊員による判定ですそれぞれで緊急性が高いか低いかを判定するんだね。 自分での緊急度判定に迷ったときは、電話相談窓口やかかりつけ医に相談しましょう。以上で、宇都宮市消防局の概要及び救急車の適正利用についての説明を終わりにします。質問等はチャットで受け付けており、後日メールで回答いたします。これからも市民の方々のご協力をよろしくお願いいたします。 ご静聴ありがとうございました青木さんありがとうございました続きまして宇都宮市夜間休日診療所についてのご案内です 宇都宮市では夜間や休日の急病に対して安心して医療が受けられる体制が整っています比較的軽い場合はまず夜間休日診療所を受診してください発熱している場合の受診方法が以前と変更になっておりますので今回情報提供させていただきますそれでは宇都宮市 医療保険事業団のより提供がありました動画をご覧ください宇都宮市夜間休日救急診療所コロナ禍での診療の流れについてお知らせいたします 診療所に事前に電話連絡します。この際、現在の症状やコロナの問診を伺います。診療所に到着したら、インターホンを押して事前に電話連絡したことや症状を話します。 建物外で検温し、問診票を記入します。新型コロナが疑われる場合、自家用車内で待機します。発熱等がなければ、建物内での診療となります。症状などにより、コンテナまたは、車内または、 タブレットによる診療を実施します。建物外で会計、投薬後、帰宅となります。診療所からのお知らせ一です。診療科目は、内科、小児科、歯科です。夜間は、 毎日翌朝6時30分まで受付していますが、歯科の受付は当日の午後11時30分で終了となります。当診療所は夜間夜の急病患者さんに対し応急的な診療をするところです。翌日、かかりつけ医や他の医療機関を必ず受診してください。診療所からのお知らせにです。 来所前に必ず電話連絡してください。番号は028-625-2211です。付き添いの方を含め全員マスクを着用してください。密を防ぐためできるだけ少人数でお会い。保険証と服用している薬がある方はお薬手帳などをお持ちください。受給者証をお持ちの方は忘れずにお持ちください。 PCR 検査は行っておりません。その他の検査は原則医師の判断となります。診療所からのお知らせさんです。下記の場合は受診・ワクチン相談センターに電話連絡をしてください。検査ができる医療機関等を案内してもらえます。発熱、息苦しさ、強いだるさが続く場合。 味覚、嗅覚に異常がある場合、PCR 検査をご希望の場合、受診、ワクチン相談センターの電話番号は05、0570052092で、24時間対応です。宇都宮市、夜間休日救急診療所からのお知らせでした。 ありがとうございました。宇都宮市医療保険事業団よりの情報提供でした。それでは本日のメインテーマとなります。お話,お話しいただきますのは、再生会宇都宮病院救命救急センター長、小倉隆之先生です。よろしくお願いいたします。小倉様の略歴を紹介させていただきます。 1983年、宇都宮市の生まれで、栃木県立宇都宮高等学校、東京慈恵医科大学を卒業後初期研修、初期臨床研修医として病院勤務をスタートされました。救急専門医、集中治療専門医、呼吸療法専門医、外傷専門医、熱症専門医など、 数々の資格を習得され、救急医療のスペシャリストとしてご活躍されています2015年にはイギリスに留学し、人工心肺装置、エクモのノウハウを習得されました新型コロナウイルス治療の最後の取り入れであるエクモを自らが治療に活用するだけでなく、それを扱う医師の育成にも関わっておられます 2018年から再生会宇都宮病院で救命救急医として勤務され、現在は救命救急センター長として救急医療の最前線に立ち、地域の患者さんが安心して日々の生活を送れるよう尽力されています。それでは小倉先生、よろしくお願いいたします。 皆様こんにちは最西海宇都宮病院救命救急センターの小倉孝之です、えー、本日は休憩の日ということでまあ、救急医療のま適正受診ということをテーマに少し私の方からですね、えー、日頃行っている活動等を含めまして情報提供させていただければというふうに考えておりますよろしくお願いします まあもう昨今です、ね、もうテレビを見ればコロナ、コロナ、コロナと言っていることですけれども、もう2020年の2月からです、ね、ダイヤモンド・プリンセス号があ横浜港に就航しまして、そこからまあ日本のコロナの戦いが始まったというところでございます。まあ、私はあの先ほどご紹介、賜りました通り、ECMO、えー、の専門家として、まあ、本当にえ日々の多くの時間をこのコロナウイルスとの戦いに割いているわけなんですけれども。 日本はですね、まだこのエクモというような治療があなかなか浸透していなかった中で、このコロナを迎えましたので、日本政府が2020年,2020年度の補正予算で、まずエクモの増産を支持して、そしてエクモの診療体制を強化するという意味で、さまざまな取り組みをおしました、まあ。宇都宮でもですね、えー、当院を中心にエクモの治療がですね盛んに行われておりまして、な、ま、ん、あ、とか このコロナウイルスの重症患者さんを受け止めるというような体制を維持してまいっております。これ、エクモの治療を用いたコロナ患者さんの診療の1枚なんですけれども、これがエクモというものですね。こういった人工心肺装置を用いて、肺が機能しなくなった e エクモの患者さんですね、コロナの患者さんはですね、非常に大変な治療をするわけです。まさにエクモの治療現場というのは戦場でございまして、 まこういった患者さんがま現在ですね栃木県内には重症者としてま20人近く発生しておりますまよくも一歩手前という方も含めるとですねまさらに倍の数がいらっしゃいましてまなんとかこのコロナ早く収まらないかなというふうに思っている次第です 日本全国のデータを見ますと、これ、私が理事を務めております、日本エクモネットとデータベースですけれども、人工呼吸をされたコロナの患者さんの約80%はですね、生存退院しております。80%です。結構いい数字なんですよね。まあ、これ、ひとえにあのお医者さん、そして諸々、医療従事者の努力の結晶というところでございますが、もう一方、さらに重症者であるエクモの患者さんに関しましては65、65%の救命率です。 これも海外にあのトップクラスの数字でして、実は2009年の新型インフルの時は、なかなかこのような数字は出なかったんですけれども、10年間、e c m に精通する医者,医者がですね1人、2人というふうに育ってきて、今、このコロナを戦って65%という数字が出てきておりますここののの数字を維維持持していくのに最も大事なこと医療供給体制の維持です。 お医者さんが足りない、看護師さんが足りない、そういったことはです、ね、日々耳にする言葉だと思いますけれども、その通りなんですね。やはりエクモを装着したから、人工呼吸を装着したからといって、その患者さんが救われるわけではありません。人を救うのは人なんですね。ですので、この医療供給体制が維持されなければ、残念ながら、 あらゆる病気の患者さんを救うことはできなくなってしまいますしかし、ですね、そもそも救救命救急医療ななんんて余力ないんですね。ずっと10年、20年変わらず救命救急病棟そういった特集を作るとですね、慌ただしくお医者さんが動き回っていてひっきりなしに救急隊からコールがかかってバンバン患者さんが入ってくるとてもとても余力なんてあるように見えないその通りなんです。 ですので、このコロナウイルスが始まったから、医療供給体制が厳しいというわけではなく、救命救急医療は常日頃切迫しています。なぜか、これ、日本の医療設計がそうなっているんですね。さ、えー、まざまな小難しいことが書いてありますけれども、日本の医療設計は人口に合わせてベッド数が決まっている、病院の病床数が決まっているんですね。当然 働くお医者さんの数、看護師さんの数もある程度、まあ、制限といいますか、数は限られておりますし、まあ、そういった形で日本の医療設計っていうのは、ね、従前から余力がない状態で運営されているというのがあります。そこにこのコロナのパンデミックがや,やってきてしまいました。 これ海外の1枚を、まあ、写真を貼り合わせましたけれども、まあ、海外はですね、まあ、こういった形で本当にずらーっと ICU にコロナ患者さんが並んでというようなことになってますけれども、バーンとした人もたくさんいらっしゃいますし、残念ながらヨーロッパの方では多くの患者さんの命がですね、まあ、適正な医療を受けられずに失われていったというのがございます。特に去年の2月、3月にまあ報道等でありましたイタリアの状況ですとか、まあ、そういうのを見ますとですね、 とととてもとててもも医療供給体制が維持されいいたという,ふうには思えません。日本でもその一歩手前というふうに言われておりますがなんとかこの医療供給体制が維持されて今に至るわけですけれども、えー、まあこういった医療崩壊というのをさせないために我々が何ができるのかそれすなわち医療の適正利用救急の適正受診ということになりますこのコロナウイルスはですねもともと余力がないところに たくさんの患者さんが一気に発生してしまうというような特徴がございます。医療スタッフは当然足りませんし、その高度医療と言われるエクモに習熟するですね。お医者さん、そして看護師さんはもっと少ないんですね。まあ、そういった中で、このコロナをやりきる覚悟で今頑張ってますけれども、ギリギリと言ったところでございます。なかなかそこらコロナウイルスをですね、受け止めきる余力というのはないんですね。まあ、その余力がない中、どうしたらいいか。 生み出すしかないんですね。余力を喪失するのは、一体何か繰り返しになりますけれども、救急医療の適正利用ということになります。現場を火事場にしない努力ということになります。救急車が一日に二十台も、三十台も、四十台も。救命救急センターに運ばれて、その状況で、重症のコロナウイルスの患者さんを一緒に診療してくださいというのは、さすがに厳しいかなといったところです。 今のところ救急医療を制限するということは、病院側は決して一回も行っておりませんけれども、まあ、そういったことをさせないために、やはり市民の皆さん、県民の皆さん一人一人がです、ね、救急医療を適正に利用していただく努力と、これがです、ね、病院全体を守り、そして地域の医療を守っていくということにつながります。栃木県の救急医療体制、そして宇都宮市の医療救急体制、これを振り返っておりますと、 まず初期救急医療というのがございまして次が2次救急医療ですそして3次救急医療というものが、まあ、救命救急センターで行われるまあ重症患ということになります、ね、適正な受診といいますのはまず症状とか緊急度に合わせてどちらの病院どちらの救急を移動するかということを考えるところから始めますちょっとお腹が痛いんだよなうん下痢もしている歩けるんだ食事も取れるんだ そういった患者様は、ぜひ初期救急の方ですね。夜間休日診療所等の先ほど動画紹介ありましたけれども、そちらの方の受診をお願いできればと思います。逆にお腹が痛すぎて全く動くことができない。動くことできない人は歩いていくわけいかないですよね。そういった時は救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶと、救急隊が適切に病院に運んでくれます。その適切にというのは、 まあ一部、希望の病院に運ばれるということもございますが、基本的には当番病院が決まっておりますので、その当番の病院にまず受診していただくということになります。そして CT 検査だったり、採血検査だったり、レントゲンの検査を行って、入院するのか、点滴をして帰るのかというような判断が病院の方でなされます。そして最後、これ、救命救急センターなんですけれども、救命救急センターは受診したくてできるというものでは実はございません。 救急隊が現地に駆けつけて、そしてお腹が痛い患者さんと接触したときに血圧が60でした。血圧60ってもう命の危機に瀕しています。そういった状態であれば、当番病院の二次救急の病院には電話をせず、一目散に救命救急センターに救急車を走らせるというようなシステムになっております。このように初期救急、二次救急、三次救急というものを適切に使い分けることによって、 救命救急医療全体に余力を生み出すということが非常に大事だ、まさに今、大事ということです。栃木県には救命救急センター、5つ指定されておりますが、まあ、宇都宮市にある最生会宇都宮病院、栃木県の救命救急センターですね、それはまあちょうど県の中心部に位置しております。しかし、ですねこの救命救急センター、人口比でいうと、非常に実はもうずっとつらい立場にあるんですよね。 水戸市でいれば、水戸市27万人の人口がありますけれども、救命救急センターは2つ指定されています。水戸再生会総合病院、n h o 水戸医療センター、この2つで27万人の人口のエリアをですね、2つの救命救急センターでカバーしています。前橋市はどうでしょうか、栃木県と同じ県庁所在地、あの宇都宮市と同じ県庁所在地ですけれども、36万人の人口がありまして、そこに 前橋脊椎病院、高度救命救急センター、これ、高度って栃木県にないんですけれども、えー、まあ前橋の高度救命センターが1つあって、さらにもう1つ、群馬大学の救命救急センターがまあ,あって、トータルで,です、ね、2つの救命センターがあります。そのお隣の高崎市ですけれども、高崎市も37万人の人口がありまして、そこにも NHO、ね・ N えー、高崎医療センターという、まあ、救命救急センターが1つあるわけです。 一方で宇都宮市はですね52万人の人口を抱えながら最生期一移病院1つしか救命救急センターがないんですね。非常に厳しい従前からもうずっと10年、20年前からこの人口のエリアでですね重症患者を一手に引き受ける最生期一移病院なんですけれども他の地域と比べるとかなりしんどい運営をしているというのが事実でございます。こうういった中コロナを戦うと いうのはですねかなりパワーの良いことなんですけれども、決して負ける気はありませんが、大変なことは事実だというふうなことを認識しておいていただければというふうに思っております。まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、症状に応じて初期救急を受診すべきか、救急車を呼んで二次救急を受診すべきか、まあ、そういったことを常日、ねまあ、頃から考えるということが大事です。そそしして困ったたたたなとといいいいうことがありりましたらぜひ消防にお問い合わせいただいたりそれのせんあ その専用相談窓口の専門の専用の番号、電話番号もありますので、そちらの方で聞いていただいて、初期救急を受診すべきか、救急を受診すべきかと、救急車を呼ぶべきかというようなことを判断していただければというふうに思います。いずれにしましてもこの救急の適正利用というのはま非常にま大事なま課題でありまして、毎年のようにですね、こういった救急の日をまあ一つ いい機会ということで、毎年同じような話をさせていただいておりますが、地域の皆様に何とかご理解いただければなというふうに考えております。さて、この生まれた余力、どういうふうに使っていくか、まさにこれ、行動医療に使っていこうというのが近年の流行になっています。行動医療と何か 1、まあ、一つはですね、ドクターカーとかに利用していくということになります。まあ、再生回宇都宮病院は UCET という、まあ、チームを作りまして、えー、クリティカルケア &ECMO トランスポートチーム、これ CCETT で UCET ということを呼んでますけれども、このドクターカーですね、中で ECMO がつけられたりします、まあ。こういった行動医療を提供するためには、それなりのマンパワーと余力が必要なんですね。 これ、ドクターカーといいますと、救命救急医が外に出て行って活動するわけです。このようなドクターカー広いスペースがありまして、この中で手術もできます。エクモも装着できます。こういった活動を病院の外に出て行って行うためには、やはり少し余力がないと、この病院から出て行くということ自体ができなくなってしまいます。これ、中の活動の様子ですけれども、輸血もつないでますし、人工呼吸もつないでいますし、 まあこういった全身麻酔の中、治療をしち、そして病院に向かって走っていくということになります。今まではですね、救命救急センターで待ってるだけだったのが救命救急医の仕事でした。今の時代は違います。現場に向かって走っていくんですね。救命救急センターが現場に向かっていくと、まあ、そういった医療が展開できるのは、ですね、やはり、えー、普段、えー、我われわれが100%の力を出し切らないと、救命救急センターを維持できないというのではなく、 80%くらいの力で何とか運営していて、残りの余力をこういったドクターカーの活動に回していくということでございます。まさにこの移動型救命救急センター、昨年の10月から稼働になりましたけれども、まあこういった医療を提供できるのもですね、えーまあ、余力といいますか、まあ、マンパワーといいますか、まあ、そういった救命救急センター全体のですね、えー、まあ、なんて言うんでしょう。力の溜め込み具合といいますか。 まあそういったところに依存してくるわけなんです,、ね、ですので、まあ、こういったまあ医療インフラという言い方をしますけれども救命救急医療はインフラの一つですのでえ蛇口をひねったら水が出るというようなのを、まあ、そ,れそういったことをありがたいと思ってお水を節水してくださいねということをよく言いますけれども救命救急センターの理由も同じなんですね。 行けば必ずですね、患者さんを断るということはなく、必ず見ます、必ず診療するんですけれども、その受診行動が適切だったかということを少し考えていただいて、救命救急センターのお医者さん、そして看護師さん、そして医療スタッフ、皆さんを守るということも、一つ大事なことです。まあそういった中、このコロナ診療、をどんどんやってきましたけれども、栃木県と済生区越前病院は協定を結んで、重症患者搬送というものを行ってまいりました。 ラングレスキューって言いますね。ラングって肺っていいんですけど、肺をレスキューしに行くんだというようなことで、これ、海外の動画もあの映像を持ってきましたけれども、日本でもこのコロナを契機に始まりました。エクモを用いて現場に出向き、そしてエクモをつけて病院に帰ってくるんですね。プライマリーエクモトランスポートと言いますけれども、エクモが必要だというふうに電話をもらったら、早期に緊急支援隊をドクターカーで派遣して、その地で エクモをつけてて帰ってきます重症コロナ搬送、これエクモカーということで、日本全国に紹介されておりますけれども、当院におけるドクターカーはエクモカーのそういった装備も備えておりますので、このような形で重症のコロナの患者さんを迎えに行って、エクモを入れて帰ってくるということが実現可能となっております。 エクモカー自体は日本に10台しかございませんし、栃木県の救命救急センター、当院のエクモカーは全国で, 2, で2台目のエクモカーです。1台目は前橋の行動救命救急センターで私が導入したものですけれども、2台目のエクモカーはですそれよりちょっとアップデートしていいものが入っております。ですので、まあ、こういった活動ですね、えーまあ、絶え間なく日々、えー、継続できるように。 救急の適正医療と受診というのをですね、えー、皆様と一緒に成し遂げていっていけたらなというふうに考えております。余力やっぱり大事なんですよね、えー、日々がいっぱいいっぱいだと、みんな疲れちゃうというふうに思います。そしてこの余力はですね。誘致の備えとしても非常に大切です。振り返ってみればですね、えー、一昨年の2019年の10月は台風19号に飲まれました。 そこででででお隣の県ではすですね、ね。ダダムムが有効に機能しましまた。ヤンマダムです、ね、これちょうど台風19号が来る2週間前、完成したすぐ直後なんですけれども、これだけ水が溜まっておらず、何もないといったような状況でした。これがですね、台風19号が来るとどうなったかというとここまで水が溜まるんですね。 非常にこの貯水能力があるヤンバダムですけれどもこれがあったからこそ群馬県民の今命は守られたというふうに言われています残念ながら栃木県は多少多少じゃないですね結構甚大な被害がありましたけれども、まあ、ダムというのは、まあ、普段はなかなか機能しないですけれども有事の際に機能するというようなことを目的に防災システムの一つとして、えー、日本全国あらゆるところで作られているわけです では、医療はそういった備えが必要ないんですか？というところが。最近話題として上がってくるようになりました。実際必要だと思います。某国会議員がま金、あ、先週のです、ね、今週かの。会見で健康危機管理庁を作るというようなことをおっしゃっておりました。けれども。 まあ、まさにですね、まあ、省庁を作るのもそうなんですけれども、病院として医療機器を行うような、そういったシステムも必要なのではないかというふうに個人的には考えております。まあ、安心安全の栃木、宇都宮のために、こういった医療機器管理センターというような、まあ、そういった病院をですね、一つして、もしくは作って、ですね有事の対応を行う医療機関があってもいいのではないかというふうに考えます。しかし、やはりこういった病院を運営すること、そして有事の時にうまく機能するためにはですね、 それななりの余力が必要なんですね有事対応を行う医療機関そしてその前に有事が起こる前からですね人を育成して有力な人材を育てておいてプールしておくそして危機が発生した時のコマンドとしてうまく機能するためにはですねこういった医療機器管理センターの箱物の整備だけではなくそれを実際に運営する人間そして、えー 物資ですね、そういったものを蓄えておく必要があるんで、すすねですので、の、まあ、こういった危機管理をする観点からも、えー、適正な救急医療を日頃からです、ね心,えーまあ、心に留めて生活を送っていただき、そしていざという時に、えー、救急のお医者さん、危機対応を行う医療スタッフがしっかりと仕事ができるような体制を維持していくということが、まあ、今まさに考え,る考え直すべき、えー、いい機会かなというふうに考えております。 人命を守るには最重要なことは医療供給体制の維持というところでございます。救急の適正利用を日頃からですね、心がけていただき、みんなでこの救命救急医療という医療インフラを大切に守っていっていただければというふうに考えております。ごご聴ありがとうございました。 あえー、お話聞かせていただいて、えーまあ、周囲の地域と比べても、えー、宇都宮のこう救急体制というのはかなり危機的状況というのと、えー、やはりこう人が人を救うためには、えーまあ、医療設備だけじゃなくてやっぱりマンパワーの余力を作らなければいけないということ、えー、そのためには、えーまあ、救急の適正利用が必要で、まあ、その、えー、適正利用で、えー、出てきた余力は まあ、ドクターカーをはじめとした。まあ、最新の、えー、医療にこう、えー、次あのを行ったりまあ、それから災害時有,有事の余力としてえー、賄われるというような、えー、小倉先生の熱い思いが、えー、視聴者の皆様にも伝わったのではないかと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは、えー、最後に宇都宮市保健所長鋼和彦より閉会のご挨拶を申し上げます。 どうも小倉先生ありがとうございました。本日は、えー、宇都宮市の救急医療を支えるキーパーソンであります宇都宮医師会から、えー、松本会長、石原副会長、および、えー、宇都宮市の三次救急を支える最後の取り柄である再生会から小倉先生、そして救急医療を支える極めて重要なインフラである消防局から大木真奈美さんの えー、大変ありがあのためになる有,有効なお話をいただけたと思いますあのこの三つのキーパーソンに加えまして大事なキーパーソンもう一つもう一人いらっしゃいますそれは市民の皆さんお一人お一人ですこの宇都宮市の救急医療を守るためにぜひ市民の皆さんの、えー、ご理解とご協力をお願いして、えー、最後のご挨拶とさせていただきます今日はありがとうございました 茜保健所長ありがとうございました。それでは本日のイベントは終了となります。今回のイベントを通しまして皆様に救急医療,の救急医療を正しく理解していただいて普段の生活や緊急時に少しでもお役に立つことがありましたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。